2011年の新潟福島豪雨により会津川口から只見の間が不通となりました。しかし再開を望む多くの声を受けて11年ぶりに全線が再開です、はい、で只見線の会津川口駅から只見駅間の平均乗客数を見ていきますとピークだった1988年度に比べて2005年度はおよそ3分の1となっているんです。そして不通となる前の年度の2010年度は49人でした。しかしですね2022年度の利用者数は79人と、うん、この2010年度と比べるとおよそ 1.6 倍となっているんですね。ここからよりも増えているのがいいですね。そうですね、さらに増えてますね、うん、今年に入ってコロナによる行動制限が緩和されたことでにぎわいは続いていて街の期待も高まっています。亀山町にある玉梨温泉の恵比寿屋旅館、只見線が全線で運転を再開してからのこの1年、効果を実感していました。土日よりも平日に入っていただくことが多くて、全体的な数字よりもやはり平均的にお客様が入っていただいているのですごく助かっています。低く見積もっても 10% 以上は高くなっていると思います。この1年間の宿泊客は全線再開前より 10% から15% ほど増加。今月と来月もほぼ満室の状態で、只見線の全線再開の効果は続いています。予約を断るケースもあって、只見線を満喫してもらうためにも、平日や時期をずらしての旅行を提案しているといいます。あ、前どうぞ。はい、どうぞ。はい。はい。恵比寿屋旅館は、最寄りの会津川口駅まで宿泊客の送迎を行っています。ただ、会津若松駅と小出駅を直通で結ぶ列車は1日に3本と少なく、会津川口駅から只見駅に行こうとした場合、午前8時15分発の始発を逃すと、次は午後3時29分発と7時間余り間が空くことになります。もう少し本数がないとますます乗る人が少なくなっちゃうんじゃないですかね。できるだけ、小出川口間、只見川口間を、乗っていただけるようなお話はしたりしています。例えばですけど川口只見間はほんのちょっとでも乗れるこう体験的な そこだけ運行するような列車があったりとか考えれる課題はいっぱいあると思います。全線再開から1年、観光客の増加という経済効果を持続させるためには一つ一つの課題を解決していく必要があります。さて町には再開後も経済効果が出ていてにぎわいを見せている中、先ほどの VTR にもありましたように増便を要望する声が上がっています。こちら JR 会津若松駅から終点の小出駅までなんですが1日3往復なんですね、はい、で例えば会津若松駅の始発の午前6時8分に乗りますと只見駅に着くのが午前9時7分となります。でここからまあ写真撮ったり周辺を散策したりとゆっくり観光ができるものの、そこから会津若松駅に戻るとすると出発が午後2時35分発、到着するのが午後5時24分着となるんです。ですからここ9時から午後2時ということで5時間半あるということなんですね。結構開きがあるわけですよね。そうなんですよ。で奥会津もやっぱりこう広いので、はいはい、観光地までこう駅から離れている場所も多いと思うんですよね。だから駅を降りてからのこの二次交通も課題だっていう声も結構聞かれているようですよね。そうなんです、まさにそれが課題なんですね。ですのでその対策として例えばアプリを利用したカーシェアリングですとか、はい、温泉街などを回れる周遊バス、さらには駅にはレンタサイクルがあるところもあります。ただこれ浸透しきっていないのが現状の課題と言えそうなんです。
ですから県はですね、 JR に対して本数の増便などさらなる利活用に対して要望や協議を行っています。これに対して JR 東日本は観光シーズンにはこの臨時列車の運行をするとしているんです。ただですね、先ほどもあったようにさらなる増便を望む声が多く、この利便性の向上というのが今後の課題となってきそうなんです。さらに今後の利用状況を踏まえて観光列車の定期運行なども含めながら調整というところではやはりあるんですけれども、この適切な落としどころというのを今調節しているところだということです。はい、全線の再開通から1年が経ちました。これからですね、秋の紅葉シーズンを迎えて、さらに来年の春からは福島空港と台湾を結ぶチャーター、そして定期便の運航も始まってきます。これからより多くの人たちが訪れることが予想されている中ではありますが、今後の只見線を考え、そしてアイデアを出し合って地域で地域を作っていくことがさらに大切だと感じます。